たこ焼きくんが乗ってみますか。はい、じゃあ靴脱ぐんでしょ。うん、靴脱いで、ここに頭をして、こっち、ここに頭をして、ゴロンって。あ、これ父ちゃんが作ったやつじゃん。よう知っとるね。かわって、アメリカ。はい、ですね、これがハイゼットカーゴの荷室なんですけれども、トランクルーム、これがね、デコボコしてるんですよ、すごい。このカーペットをまず外して、まあどんなもんか一回見てみようかなと思います。ここはね、ボタンで止まってるだけみたいなんですよ。パチッと剥がれました。で、これをね、剥がしたら向こう側が止まってるので、あっちを今度は外していきます。今度ね、外し方なんですが、これ内張り剥がし、これで外していきます。これをこの間に刺して、ウイッ、はい、ありがとう。僕もやりたい。僕もやりたい。落ちんように。落ちんようにね。だけど、どこにやるの。父ちゃんやろうか。チョコやってくん。僕ちょっと持ってきて。ここやろうか。うん。あ、そう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 。ぐいっと。そうそうそう。おお、すごい。できました。じゃあ。ごめん。いやいや、貸してごらん。一個目だ。はい。じゃあ今度は最後の一個。こっち。うん、そこお願いします。わ、すごいじゃん。はい、できました。僕がやりました。じゃあね、今度はこれを外します。ごめんごめん、僕もう一個あった。いいよ、それ外せる。いい、外せる。シュグ乗ってるか。どこに飛ぶかな。どこに飛ぶかね。父ちゃんやってみようか。うん。はい、取れました。じゃあそれ父ちゃんにください。はい。今度はこの中を外してみようか。うん。これを外してみると、そしたらですね、はい、こんな感じになってます。これがね、緩衝材かなんかなのかな。なんかすごい中途半端な感じで敷いてあるのがわかるかなと思います。ほら、あったかい。で、これを外すとこんな感じでむき出しの状態になります。で、ここをですね、フラットにする方法としては、ベニヤを引いて、要はここが高くなっているので、ここに合わせて敷いてしまうとっていうことをすれば、おそらくはまずはフラットになるんじゃないかなと思います。で、あとですね、この辺の内装ですよね、内張り、これからやりたい形があるんですが、それに邪魔になってくるので、この辺のね、内張りとかは一回外してしまおうと思います。父ちゃん、アングル父ちゃん。はい、ありがとう。こうするわ。シーベルトがこうする。あ、こう出てできん。それは反対じゃない。こうか。こうなっています。すっごく気持ちいいよ。早く登って。すごい、すごい、すごい。ずっといていいよ。すっごく迷路、迷路して、もう待っててよ。茶色かわりちゃうよ。頼むよって言って。頼むよ。うん、持ってきて。うん、分かった。ありがとう。はい、ちょうだい。
こんな感じでですね、こっち側の内張り、これは剥がし終えました。これはとりあえずこんな感じで、今度反対側を行ってみます。結構ね、片っぽもうやったんで2回目なんでね、大胆になってきますね。この天井のライトはね、まあいらないですね。このライトをね、使うことっていうのがまずないと思います。ないので、これもね、外しましょう。今ね、このね、父ちゃんがね、この内側を外したんよ。うん、カメラが汚れてるよ。ほんまじゃ。はい、今度はですね、このルームライト、ルームライトを外してから天井の内張りを剥がしていくということをちょっとやっていきたいなと思います。多分ね、ネジで止まってるだけだと思うんですけど、はい、外れました。外れたので、とりあえずこれはこのままにしといて、どんどんね、内張りを剥がしていこうと思います。このね、配線が天井の横を通って助手席のピラーかな、そこの中から配線に行ってます。もうね、面倒なのでここをね、取っちゃいます。こっちが残ってるんですが、まあ、これはね、通電しないだろうから、なんか絶縁テープでも巻いてですね、横に収納しときましょう。はい、ということでですね、まずは内張り剥がし終わりました。こんな感じで天井がむき出しになってます。